ですね、はい、私たち、はい、今予習動画を撮っております、はい、何の予習か言ってあげてください。これは今回のツアーのファイナルシリーズ東京、名古屋、大阪この3カ所でやる新曲の予習動画です。夏曲なんですよ。しかもにっちゃんメインですからね。うちのシマリスさんメインですからね。あ、これいるんですか、もしかして。この、これなんかあー、シマリスさん。じゃあ動きがシマリスじゃない。機関車トーマスなのじゃあ、夏ソング予習動画いっちゃいますよ。いきましょう。はい、皆さんタオル押してください。タオル、お家にあるタオルでいいですよ。これ、タオル出して。回す、まずね。ここは回すね。ここは回しといたらいいよね。はい、これは簡単。ギターとか、インスタントとかいいかも。これですよ。間違えないでください。これですよ。はいはいはい、なるほどなるほど。手拍子なんて誰でもできる。うん、簡単、簡単ですね。そして次のパートはもちろん闇から行くぞ、いいせーので。あら、これも簡単。なんか心なしか別の曲でやったことがある動きのような気がする。そしてこっからサビが始まるよ。もちろんサビは回す。ああ、意外と簡単、意外と簡単。できるかも私、初めて行くけど、できるかも私。あ、こんな感じなら周りの人に取り込んでいつも来てますよみたいな顔しながらできるかも。この後みっちゃん、ガッシー推しのことがいますよ、パンダの。じゃあ俺にどうしようか。じゃあ俺がラップ始める。ラップ始めたら俺に愛を送る。愛を送る。ガシ押し。え、送ってる。押しガシ。あんま届いてない。あれ？ちょっと気持ち込めて。欲しいです。あれ？で、俺やったらその時シロテのパートが来るから次はシロテに送ります。はい、シロテ押し。はい、押しろって。はい押しろって。はい、で、白手に押しました。そしたら次はどうなるかというと、もしかして俺らが押す？押し合い、召し合い？押し合い？押してる？全然感じいいけど、全然俺らの方が強くない？全然強くない？押し合いやってたらまたサビが来る。タオルを回す。夏っぽい。あ、これでも右手から左に切り替える。で、回す。これね、結局でじゃない方の手で回すすごい難しい。いや、これ無理やん。家でちょっと練習した方がいいと思う。これ今のところできてない。本番までに俺も仕上げていこうと思ってる。そうなの。さあ、くせーん。で、ここは一回休憩。あ、休憩。いや、押しよう。押していく。はい。まだ回す？うわ、腕もげる。こんなに回したらもう腕がもげるけど、右を使ったから次は左に持ち替えてまた回す。これで両方の肩の筋肉が均等に鍛えられる。ほんでまた左で回すの難しい。よくできました。よくできました。これね、はい、東京大阪愛知新曲続々と、はい、披露していきますので、はい、この曲も予習してきてくれるかな。いいけど楽しみにしよう。